プロ入り初ヒット打たせてやろうとか。そう、ね、昔福本さんの引退とか最後の試合の時に、あと1本打ったら単独のヒット数だったの。ほんでもう試合前にピッチャー陣に有藤さんが、あの福本に、福本さんにあの打たせてやってくれて、うん、袴田さん全部まっすぐなんで、うん、なかなかヒット打ってくる。ああ、分かってて、最後ね西田さんからヒット打ったのかな。あ、でね、多分ねその試合が高澤さんの首位打者かかってる時で、松永さんがあの全部2試合ダブルヘッダーかなんかで2試合敬遠 で、うん、で最後の最後に敬遠のボールにバット投げて、うん、三振かなんかしたんだよ、うん、松永さんが、ね、そうそうそう、で高田さんが首位打者、うん、あのところロッテってめちゃくちゃ良かったんだけど、なぜか首位打者のタイトルホルダーとか盗塁王とか、うん、昔さ優勝チームより最下位とか下の方の B クラスの方がタイトルホルダー多かった、ね、あ、確かに。だから西武だと清、うん、が無冠で終わっちゃってるわけじゃないですか、うん、だからそんなにいないんですよね、その首位打者取ったとか、うん、確か他球団ですね。そう、石毛さんのそんな中打者とかじゃないし、うん、打点王が牧山さんとかデストライトちょっと感じてくるぐらいですかね、うん、西武が大体タイトル取るのはピッチャーが多い。あ、そうですね、うん、ロッテはなぜか首位打者とか多い、うん、高澤さん、西村さん、平井、うん、あ、そうですね、うん、でも高澤さん空気読まない、ね、読まない読まない、あんまりいいことじゃないですもんね、その、うん、そのなんでね、もっとね面白いのがあの人川崎球場ってさ、試合が中止になると、はい、なんか売ろうとしてた弁当とかあるじゃん、はい、あれが川崎の駅前で半額ぐらいで、はい、売っちゃうんですね、持ってって。そうそう、必ず買って帰ったんですよ。あの人免許持ってないから電車が用意。本当ですか。そうそうそう、じゃあ泣いた後遅くなったらタクシーかなんか乗るんですね、じゃあ電車で帰ったんですね、うん、で必ずなんかそのお弁当買って帰ってたんですよ。もう本当野球、プロ野球選手らしくない、そんな雰囲気ですよね、うん、だってあの佐藤健一さんと同じ北海道なのね、はい、北海道出身、あ、そうでした、で、すごく寡黙な人なの、はい、もう本当挨拶したらそれ以外余計なこと喋んないみたいな、黙ってる人、ね、他球団でも挨拶してもまあ、だから佐藤健一さんに歩く墓石って言われてた。それ本当ですか。本当本当、あれ佐藤健一さんはイケメンで優しくて、うん、そうそう、たまにファームで挑戦なんかしてて、うんうん、優しい喋ってくれるじゃないですか。そうそう、うん、違うんですよ、高田さん。で、高田さんに対して歩く墓石って言ってた。すごいな、ロッテすごいですね。ロッテ面白かった。逸話ありますね。本当に、もう弱かったけど面白かった。もう入った時からほらもうすごいの人ばっかじゃん。張本さんがいて、村田兆治さんがいてでさ。落合さんがいてでさ、すごいですよね、うん、ハリさんも、うん、ここは怖いって言ってましたもん。でもサインとか行ったら平気で、おい、置いとけってやってくれるって言ったもん、ね、いや、うん、あの優しいんだよ、すっごい。ただなんか監督とは合わなかったね、山内さんとは。あ、監督って呼んだの聞いたことないから。常にあんた監督に対して試合中さ、俺1年目高校出ても1年目さ、なんか人気取りのためにさ1軍にさせてもらったのね。俺入った時前期後期だからさ、あ、そうでした。前期あのベンチにいて、はい、したらさ、なんかあの山内さんがエンドランのサイン出したらさ、うん、いきなり張本さんはさ、ダメだあんた、あんなこんなとこでエンドランは、ちょっと待ってベンチに言い出して、ハリさんベンチに立つけど、そでそのサードコーチャーのサインを見て、うん、エンドランだって分かったんですね、うん、ハリさん監督に言ったんですか。そう、ダメだあんたこんなとこでエンドランは。で山内さんはさ、ああいう優しい人じゃない。優しそうですよ、ね、うん、であのなんだけど負けてないんだよね。あの張本さんがネクストでバット振ってる時に、あの代打をもう出そうとした、うん、ハリさんに。そうで、ただ代打出すだけじゃなくて、あのベンチから出てきて、お、ハリお前どうせ打てねえから交代やすごいっすね。そういうなんかあれだったね、俺入ったばっかの時に。それはそんな見れないっすよ。いやだからプロ野球のイメージがもう子供の時から憧れていたイメージと真逆すぎたね。こんななんだプロ野球って。
もう遠征の時なんかさ、昔当時なんか近鉄なんかもそうだけどさ、さみたいな格好するんじゃん。金のブレスレットに金のネックレスで、また太いので、ビトンのバッグでっていう。お決まりですもんね。でパンチで、そんで体でかいのがスーツ着てさ、そうそう、ね、固まって歩いてるじゃない。そんな時代だもんね。だって栗橋さんなんてさ、もう年がら年中栗橋さんって近鉄の、そうそう、やじられてたけどさ、張本さんなんかに、うん、お前ブレスレットして練習やってんじゃねえよっつって、あの人練習出勤のブレスレット栗橋さんですか。本当ですか。本当本当。なんでですかね、栗橋さんも。わかんないけども、そういうなんか そういうあのおしゃれだったんじゃないかな、そういうグランドでもイメージが、うん、グランドでも金のね。近鉄も変わってましたよね。近鉄は変わってたよ。俺近鉄びっくりしたのがさ、ビジターなのにさ、ビジターのバスが出る前にさ、ホームの連中が先に車で帰っちゃうっていうさ、おかしいだろって。三ツ山とかあいつら早いんだよ。でも試合中風呂入ってんじゃねえかなっていうぐらいさ、もうビジターなんか早いじゃん、終わったらさーっとバス乗って、それよりも早く帰っちゃうんだからさ。でね、三ツ山にね、ドラゴンズにそれ聞いたの、うん、したらね、やっぱね、もう終わりやなっていう感じの時はもう帰り支度してるっていう。試合中に。そうそうそう、それありなんですよね、その近鉄。面白いわ、そこは。昔はもうだからそういう人が多かったね。ロッテの時はみんなどこで飲むんですか、やっぱり東京はいるんですか。そのあんまり東京で飲み歩くっていう、やっぱり遠征で、遠征ですよね、出たら門限とかあったんですか、ロッテ。一応あった。一応ナイターは1時で、はい、デーゲームが11時とかだったのかな。それ見つかって門限外出禁止とかって人は見たことあるんですか。いや、外出禁止っていうのはなかったら罰金かなんか、それで済んじゃうんですか。うん、それが遠征で思い出した。ロッテでさ、あのほら遠征行くとさ、はい、ユニフォームとかバーっとさ、はい、こう部屋の前に出して、部屋出しですね。で、俺らの時はさ、エレベーター出たとこに、はい、そうスケジュール書いてある白板がこうバーンとあって、はい、そこの下にこう全部持ってって入れるわけですね。あのビニールに一人一人こうなんか並んで置いてあるわけよ。はい、で、名前がないやつとかさ、番号ついてないやつとかあるじゃん。はい、じゃあさ、白板にさ、こう矢印でこれ誰だって言って、そこにぶら下がってたのが赤いブラジャーだったんだよ。本当なんだって。そんなわけないっす。いや、マジで。俺さ、俺笑っちゃってさ、マジで。これ誰だって。もうあのペンで書いてあったんですね。そう。矢印で赤いブラジャー。それはないでしょ。これマジマジ。だから、間違えて、いや、あれさ、結構さ、はい、あの自分のさ普段履いてるパンツとか靴下までみんな出しちゃう。 ありますよね、うん、僕なんかもソックスを普段に履くようにしたんですもんね。ただで済むから。だから間違えて女の下に出しちゃったんじゃねえかって、誰だこれみたいな感じで。プロ野球選手ね、良い周到じゃないやつが多いから結構すごい人多いですよね、プロ野球。多いよ。まあでも12球団で部屋でハーモニカ吹いてんの、高田さんぐらい。他球団はその愛子さんとか誰か仲いい人いたんですか。同級生はなんか会えば、うん、試合になって会えばみたいな感じ、うん、で、秋とはね、西武戦になると仲いいからよく喋ってたの。ああ、なんかそんなイメージがあるかもしれないですね、うん、あの、愛子さんが秋山さん1個か2個上でしたっけ。じゃあ一緒に、あ、同級生でしたか。同級、うん、だからもうオールスターの時なんか一緒にキャッチボールやったりするんだけど、出た時もうずっと愚痴を聞いてやるが、秋の溜まってんだなとか思って本当に強いチームは強いチームでもですね。そう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 、やっぱ結構森さんさ、秋のこと清と比べるの。あ、確かに。でさ、清がさ、オールスターの時にさ、カッパ着てずっとジョギングしてたの。でちょうどさ、俺と秋がベンチで喋ってたらさ、森さんがベンチから出てきて、はい、秋見てみ、今日ああやってランニングしてんじゃねえか、お前何やってんだとかって言われて、うん、でそのままスーッとグラウンドに出てったんだけど、なあ俺嫌われてんだろうっていう
大体よ、清だってあれただ酒出してるだけじゃないか。間違いないですよね。大体野球選手がカッパ来て外野走ったら飲んだ次の日ですよね。そう。だからね、もう昔そうだな、今の選手はどうなのか分かんないけどさ、うん、次の日のこと考えないで遊ぶ選手も多かったよね。ですよね、うん、あの頃異常ですよね、あれ。俺でもね、吉彦さんすげえなと思った。